歴代マリオカート好きな BGM ランキングトップ5。もう完全に俺のね、好みと独断でね、もうぜひちょっとこれ聞いてくれっていうね、もう最強の BGM トップ5発表していくんで、ちょっと共感してくれたら高評価とか欲しいなって思うな。じゃあトップ5、5位から発表していきましょう。ダブルダッシュよりレインボーロード。この曲は割と人気じゃねえかなってか、レインボーロードのあのフレーズっていうのかな、64とゲームキューブとその 3DS で結構同じフレーズが使われてんだよ。だからレインボーロードって言ったらもうこのフレーズだっていうのがね、まあ3曲ぐらいあって、そのうちの俺はゲームキューブ派です。あのね、まあ、軽快な感じでスタートするあのパッパラーってフレーズから、おーテンション上がるなってなるんだけどさ、そこからのなんていうのかな、まあその綺麗にスーってスルってサビに入ってから、またなおなんかトランペットの音でね、またテンションが上がって、最後は流れ星のことキューって音が鳴って消えていくんですよ。これ良くないっすか。マジでこれね、実際背景にね、あの流れ星みたいなの降ってくるじゃん、このステージって。だなんかそれも相まってね、なんかすごいね、なんていうのかな、明るい感じのね。もうこのスピード感が増すよね、レインボーロードっていうこの舞台の。それが非常に好きだなって思った。じゃあ4位発表してっか。4位はね、マリオカート Wii ムーンリッチャーのハイウェイ。ここは衝撃だったな。初めてやったあの都市系のコースでね、すごいなんていうのかな、まあなんかね、夜の高速道路って言ったらやっぱこのイメージだね。まあマリオカートっていう題材の時点でやっぱね、やっぱそうだね、なんか爽快感ある曲とかそういうステージが俺的に好みなのかもしんない。なんかそういう、ね、月とか出てて街灯とか照らされてさ、すごいステージがおしゃれでさ、曲とかもそれに合わせてなんかその、もう明らかにその、なんていうのかね、なんかフェラーリとかさ、なんかそういう車がビンビン走ってるイメージっていうのかな。ビンビン走っててなんか、もうめっちゃ外風吹いてて窓に手出して、ええ、相棒最高だぜみたいな感じの外国の洋画なのかなみたいな。なんかそんな感じのね、良さがあるね、この曲には。これ4位。どうよ。割と共感してくれてるといいな。ちょっとなんとなく分かってくるんじゃねえかなっていうのはちょっとね、あるね。自信がある。レースは最悪だけどね。こんな感じのもう自己漫画あたりがね、3レース分続くんで、お気合いの方は、ブラザーバック、まあ、もうしてるか。もうしてるな。じゃあついてきてる人には、第3位発表していきます。マリオカート7、ウーフーアイランド。ここ人気よな。人気だって分かってるし、やっぱこの曲好き。もう入りからさ、頭に入る上にさ、後半に Wii スポーツのあの、おなじみのデレレレレレレレって BGM 使われるやんけ。あれで、ちょっと初見で、おーってなったよね。あ、この曲、このフレーズ聞いたことあるってなって。あ、なるほどと思って。これでようやく俺、Wii スポーツと関連した、関連が非常に強いコースってのに気づいたんだよな、プレイしてる時。これはね、まあ、その始まりからいいしね、そっから、なんていうのかな、なんかリズムがいいドラムからさ、ちょいちょい入るギターからバランスがめちゃくちゃ良くて、まあなんかその、40キロ、50キロぐらいで、優雅になんかその、かけていく、ドライブしていくみたいな感じの、いいよな、こういうコース、ドライブできたらさぞいいだろうなっていう感じのコースしてるよね。ウーフーアイランドって。後半グライダーでめっちゃビューンと飛ぶしさ、そのグライダーに合わせて、もう、このギターとかで駆け抜けていくこの感じ。もう、ベストマッチ。間違いなしということで、こいつ第3位ですね。じゃあ第2位行くか。第2位行きます。マリオカート8より、スカイガーデン。これはね、もうね、スーパーマリオギャラクシーをプレイしてる人だったらもうこれずるいよね。ちょっと意識したもん。初めプレイした時。もうちょっとなんかギャラクシーって感じあるな、みたいなトランペット。ギャラクシー特有のこの吹奏楽というかなんかそういうので使われてめっちゃ相性がいい感じの楽器構成っていうのかな。ちょっと今、俺語彙力足らずだけどなんか伝わってほしい。それが、なんかギャラクシーっぽいなって感じてからのウィンドガーデンね。マジで。で、ギャラクシーの、まあ、めっちゃ人気のコースっていうかステージがあって、それがウィンドガーデンって言われてたんだけど、そのフレーズが思いっきり使われんだよな。いいよね。あと、ライウン自体かなんか入った時にめっちゃギターバリバリになる。あのアレンジもいいね。なんかすごい、コースとの一体感も生まれるしさ。
いかになんかその雲のすごいとこやばいとこはね、両方触れてる感じがいいね。強いて言うならウィンドガーデンのあのフレーズ、2ループすれば完璧だったっていう、ちょっと贅沢だね。個人的には贅沢ですけどね。いやー、素晴らしい。レースも1位だし、最高ですね。ここまで散々話してきて、いかになんというか自分の好きをなんか形に表すって難しいなって感じてる俺今。どんくらい伝わってんだろうな。まあ、このなんか恋のウキウキ感で伝わるといいなって感じだな。じゃあ、1位、いきます。1位は、マリオカートツアーより、ベルリン・シュトラーセ。これはね、初めてやった時衝撃あったな。マジで。このなんか、都市系コースに、あるまじき、EDM 風の曲。EDM なのにクラシックというかね、ものすごい融合だよね。めちゃくちゃ攻めてる。あのね、あの、この曲、ツアーだから、多分、そんなに、めっちゃいろんな幅広い人が知ってるかって言われたら、多分、まあ、それなりぐらいだと思うんだけど、ちょっとね、曲だけでもいいから、ちょっと一回聴いてほしい。もしくは、マリオカートツアー、もしこのコースだったら、ちょっと、あの、インストールしてやってみて。衝撃よ、この曲、この曲は。なんかね、一生ループできる。曲の、あれ自体はね、1分ちょいで短いんだけど、なんかね、すげえ不思議なんだよね。なんか乗れるのに落ち着くっていうね、両方の性質を持ってる楽曲。すごいいい。で、ループもすごい自然で。いやー、これはね、思い出補正とか俺考えたら Wii とか7とか、それになるんだけど、ちょっとそれを差し引いてなお、こいつは1位だなって素質がある。間違いない。ベルリン・シュトラーセ。いやーねー。これがね、しかもさ、第3弾で来るじゃん、マリオカートツアーって。マリオカートツアーじゃねえ、ワイトデラックスの追加コンテンツで。いやー、すごいよね。だから、ちょっとね、どんなアレンジがされるかっていうのは、期待してるというか、なんなら原曲のまま使ってほしい。ちょっと原曲がこれ、ちょっと完成度高すぎて、アレンジ好きになれるかな。これちょっと、好きな人のめんどくさい要素の一つやね。原曲好きすぎて、もしくはなんか自分が好きだって思うアレンジ版とかが好きすぎて、ちょっと他のやつでちょっとうん微妙って感じちゃうあの現象、これは BGM でも、まあカバーでも、まあボーカルとかなんかそういうやつでもね、割とあるあるだと思うんだけどね。こう、そのぐらいの感情を抱くぐらいこのベルリン・シュトラーセンの楽曲はマジで素晴らしいです。サントラとかあったらいいね。サントラあるかな？あるといいな。いや、一曲で三振分使っちゃった。いや、しょうがない、これは。もう、そんぐらい、いい曲だから。いやー、意外とあっちゅう間やな。他にも候補あったけどね、トップ5選ぶの結構大変だった。みんなもなんかちょっとあの、なんか、これ、一番好きってやつ、ちょっとコメント欲しいな。